かな、自分のその生活の中から自分の町を、まあ、川口という町を、知っても、発見しようというような感じで、やっております。で、すみません紹介も遅れましたけど、私があの、講師を、務めさせていただきます田中と申します。普段は設計事務所の方で、設計をしておりまして、まあ、その一方でそのメディアセブンの方で、まあ、でも働いていて、であとまあその一方で、まあ、このワークショップを企画しているという立場でやっています。で、一応ルートを、まあ、西口公園、川口の駅を出まして西口公園の方を、歩きまして、まあ、戸田の方に行って、で、まあ、あの川口、荒川の土手を歩いて、で最後は善光寺に戻ってくるというような形で完成します。この中にもいっぱいちっちゃいのがいるんですよね。細かいゲーム。ポニーだからあれとか。あ、そうなんですか。もう見たんですか。みんなこの辺見た。じゃあ。どうぞ。こちらにですね、メンタルマップと書いてありますけれども、まあおよそ今日行った地図の、歩いたルートが書いてある。ここで、まあ、印象的に残った、場所やシーンや、まあ風景とかを、まあどこら辺であったのかとか、そういうのを絵にして書いていただきます。絵というか地図です。自分で地図を作るという思い出の、今日覚えていることを地図に作るという。何が映ってるものですか。女の子2人なんですよ。あ、さっき一生懸命撮っていたやつですか。みんなここ撮ってる。なんかやっぱちょっと郊外の方が景色が綺麗で、今回もああいう街中だから、前回の良かったね。一番最後が昭和でね。これいいね。これ見てください。それ何走ってるの？こんなにいっぱい立ってないけど、印象がこういう印象。ビル群だけ燃やってたからそれが良くて。幻想的でしたね。で、これをこう抜けて大通りに戻ったんじゃないですか。大通り戻りましたよね、うん、それで陸橋の下に行って、ずっとこう陸橋を歩いて、そのまま真っ直ぐ行ったんですよね。で、ここから戻ってこう、で、善光寺の前を行って、はい、今日は15,000歩。いや、全然そういう前回の方がすごい歩いたなっていう自分の感覚はあったんですが、今日はそれを上回ってるということで驚いております。おかげで疲れてます。皆さん結構こうお地蔵さんであったり、まあ、
ここがじゃあ重たいものを撮ろうと、もう密集している住宅地の重い感じを撮れればいいなと思って割と意図通りのものは撮れたんですけれど非常に、インパクトのない写真が一枚できたなと思っています。また次回も参加できればと思っています。今後ともよろしくお願いします。この何ですか催し物の糸に撮ったものが初めて今日撮れたかなって、あそこにある木が先で鳥居のところで木が先なんで俺が先だって題名をつけたんですけども、あとはいつも前回と今回と絵を描きましたけど絵がとっても苦手なんでそれを皆さんにも今日は助けていただいてねもう描き上げました。ありがとうございました。前回2回は緑道というか、例えば前回だったら通船堀 その川沿いを歩いたので、ずっと緑が多かったので、写真も緑ですよね。で今回も例えば川沿いのところとかパッと見なんとなく緑になってますけど、やっぱりその前のところっていうのはそんなにこう道街中を歩いていたので、お寺の写真ではあるけれどもなんかちょっとまた色が違うかなって気がするんですよね。で、もちろん今日雨だったしなので、例えばアジサイの写真とかでこう色が出てますけども、なんかやっぱりこう前回ずっと緑だったんだけどなんか今回色がちょっと変わってきて、でこれから続けていくと多分また色が違ってくると思うんですよね。でなんかそういうのもこの地図を作る醍醐味というかそういう部分に、いろんな人が参加していただいているのが面白いと思って、これからもよろしくお願いします。カメラ目線はルール。